平野美希です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ピアノの中の仕組みとかね、そういう紹介の動画ではなくて、ツイッターの方で、面白い企画をちょっと見つけまして、それにチャレンジしたいと思います。その内容はですね、こちらの動画をご覧ください。河合ミュージックスクール広島の大山です。早速ですが、皆さんに88件チャレンジに挑戦していただきます。88件チャレンジとは、ピアノの鍵盤の低い方から高い方へ順番に弾いていって、そのタイムを競うチャレンジです。ゴールデンウィークは何をしようかなとか、家の中でゴロゴロとか、そんなことをしてる場合じゃありません。参加条件はですね、特にありません。プロアマ不問、年齢性別国籍問いません。ピアノを習ってる習ってないも問いません。どなたでも参加していただけます。ピアノ今習っている子供さん、そのお父さんお母さんでも結構です。あとおじいちゃんおばあちゃん、友人知人、親戚演者、強いて参加条件とするならば、88件あるピアノ、電子ピアノで最初から最後まで弾き切っていただくと、それが全てでございます。途中で止まったりしたとしても最後まで弾き切ってください。そして撮影した動画をハッシュタグ88件チャレンジをつけてツイートしてください。それでは皆さんの挑戦をお待ちしています。河合ミュージックスクール広島、小山でございました。ということで、88件チャレンジですね、挑戦していきたいと思います。今回実は初めてで、ちょっと本当に88件まずこけずにいけるかね、そんな感じで、はい、ということで今から挑戦してみたいと思います。これ立った方がいいのかな、座った方が、なんか座ってもいける、座ってやってみよう。はい、オッケー。何秒？ 7.1 秒です。7秒01。はい、なかなかいいんじゃない。いいの、うん、早い、わかんない、平均がわかんないですけど。いや、やってみようか。そう、やってみる、はい、やったことある？ないです。初めて。はい、じゃあバトンタッチで次、はい、じゃあ次はチョイス師の猪狩君が挑戦したいと思います。はい、あの初めてということで、はい、2人とも初めてね。そうですね。じゃあ押す方もなんか緊張。スタート。7秒54。でも2人とも7秒台で。そうですね。こけるかなと思って途中、怪しいとこもあったけど、はい、手がちょっと釣り気味ですね。普段こうやって半音階で全部弾くことでないよね。そうですね、面白い。はい、ということで2人とも7秒台ですね、記録しました。でこれ往復とかも面白いんじゃないかなと思って、ちょっと今回88件往復チャレンジっていうのをやってみたいと思います。88件往復チャレンジ。疲れるよね、結構変な汗出てきた。じゃあ次は、88件往復ですね。あの下から上がってそのまま下がっていくということで頑張ってみたいと思います。はい、13秒73。さっきが7秒だったから77、はい、本当だ。往復で考えたら、うん、やっぱ下降の降りる方がなんか得意みたいで、うん、ということでした。あのこれが早いかどうかわからないですけど、じゃあ次猪狩君です。はい、ちょっとやってみます。変な体力ですか。こんなとこ右手で弾くわけないですね。そうだから、なんかそういうちょっと違和感があるね。いいよ、好きな時に言う。はい。はい、OK、はい。じゃあ、いきます。3、2、1、スタート。もう一回行く。
もう一回行こうか。もう一回行こう。なんだこれ。3、2、1、スタート。いや、これ全然できてない。基礎がなってないのが。もう一回行こう。これなかったことですか。はい。全然聞けない、本当に。じゃあ、ちょっと言い直して。はい、88件往復チャレンジ。はい。した方が結構開きが出るんだ。そうですね、加工がやっぱ早いですけど、うん、やっぱ上りが普段引くことがないからこっちで。確かに、うん、部分的にそのね、上がったり下がったりのその半音階はあっても全件引くことってないですよね。はい、ということで、今回こういったの楽しい企画を作ってくださった、あの河合ミュージックスクール広島店の小山さん、ありがとうございました。ぜひ皆さんもあのチャレンジして、でよかったらあの記録をぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。